民間防衛、民間防衛、民間防衛とは、武力紛争等の緊急事態において市民によって、国民の生命及びインフラストラクチャーや公共施設、産業などの財産を守り、速やかな救助、復旧によって、被害を最小化することを主目的とする諸活動を言う。民防と略される。文民保護の機能もある。日本では、国民保護に相当。 戦争、核戦争、自然災害などの大規模な被害が生じうる。緊急事態においては、軍隊や警察、消防だけの能力で規模の面から追随できない事態が起こりうる。そのため事故の防衛と火災などの被害の最小化のための民間人による行動の必要性が生じる。この諸活動を民間防衛と呼ぶ。また平時における自然災害や、 人為的災害に対しても備えるものであり、いわば、マルチハザード型の住民の防護体制ということができ、防災、防犯、政治をも包括した概念である。有事に際しては、中央政府の計画及び指導に基づき、地方公共団体の組織の指導によって、一般市民が主体となって、避難、救援活動に従事するものである。防護は、直接的な被害を防ぐことである。 具体的には、公共用、家族用の保護施設、遠平号、防空号、シェルターがまず挙げられる。また、化学兵器や生物兵器に対抗するための防護マスク、防護服、また、防火装具も、自民の防護のための道具である。建築物の地下か、耐火、耐熱、防火、消火設備の付与、交通機関の耐爆施設か、船舶用の洞窟、航空機の地下格納、 延滞も防護手段として考えられる。スウェーデンでは工場の地下化が行われている。疎開とは人口、建物や文化財の密集化を避けて分散することで被害を軽減することであり、防護と対比される。疎開は都市、工場、人口の分散、都市計画の段階における分散、有事における緊急疎開や文化財の保管場所の変更などが挙げられる。 また航空機や船舶を緊急退避させることもこれに当たる。疎開や防護が不可能な状態にある医療施設や文化財については国際法で認められた形状の商標を遠方や上空からも視認できる位置に掲示し敵が攻撃を思いとどまるよう働きかける措置を取る。秘匿とは敵が得る情報を最小化することである。偽装、隠蔽などで重要施設の 等価管制で人的被害を軽減することができる。ここでの情報とは、空襲警報などの各種警報の伝達、情報の伝達を言う。情報収集は、軍隊が行う。警報は、各種の緊急事態を周知させるためのものであり、情報の伝達は、応急復旧や、救出活動、避難などにおいて必要な情報を、適所、適時に伝達することを指す。 ここでの消火とは、水、砂、消火器、消火栓での放水などを消防機関に頼らず、自主防災組織や自衛消防組織等の民間人が行うことによって、被害を最小限に食い止めんと努力することを言う。ここでの補給とは食料、水、空気、被覆、医薬品、衛生材料、修理材料などの消耗品の備蓄や空気浄化装置、通信装置、 自家発電、簡易便所、消火設備などの設置を言う。これには、家庭用と公共用のものに分けられる。家庭用のものは、事前からの備蓄であり、公共用のものは配給で配分されることとなる。ここでの衛生は検査、CBR 処理、患者救出を言う。CBR 処理とは、消毒、除毒、防疫、汚染除去を指す。患者救出では救護所が設置され、 民防組織及び防災組織が現場から負傷者を救出し、死血や添え着等の簡単な応急処置を施しつつ、医師のもとへ搬送する。医師は搬送されてきた負傷者に対して、トリアージを行う。交通とは疎開のための輸送、交通の統制を言う。疎開輸送とは、人口の疎開に必要な輸送であり、特に全面戦争などにおいては、 短時間のうちに大規模な輸送を行う必要性があるため、組織的な交通統制と疎開先の受け入れ準備が不可欠となる。疎開は理論上最も費用の安い手段であるが、実際には物理的可能性に限界があり、パニックや死期などの心理的要素と関連し、公共の秩序維持上の問題がある。日本では有事の際の緊急輸送を確保するため、国内海運業者を カボタージュ制度で統制している。民間防衛における防御とは、敵側陣営が放つデマやプロパガンダに惑わされない、ための情報リテラシーの素養の育成である。ここでの応急復旧は、遺体処理や交通復旧などを言う。遺体処理の実施は、公衆衛生を維持し、また、国民の心理的な被害を低減するために、必要であり、当局には、 死者の尊厳を癒しめることのないよう領する責任がある。戦争、災害などで寸断された交通網はあらゆる活動の物理的な制約となるため、事後に速やかに交通を復旧しなければならない。民間防衛は民間人による防衛の一手段であるが、個人の能力ではその活動に限界がある。そのために民間防衛組織、民防組織を 国民的に組織化する必要性がある。つまり、個人、家族、職業集団などによ、構成単位として、その指揮系統が整備され、その上層部は、市町村、地方、州、最終的には政府につながっていなければならない。民防組織は、その最高意思決定が、アメリカ合衆国や、旧ソ連などのように国防省によって行われている、形態と、 カナダやスイスのように一般的な行政省によって行われている形態がある。民防組織は、その組織体制においては計画指導機関、幹部教育機関、訓練機関、実動部隊が組織、編成されている。第二次世界大戦前の民間防衛体制としては、空襲に備えた防空法、昭和12年法律第47号に基づく。 空襲警報などの諸施策などがあった。民間防衛組織としては、警防団などが存在した。日本本土空襲が現実化すると、大規模な疎開が行われた。沖縄戦やソ連対日産戦による諸戦闘では、民間人の事前疎開などが十分に実施できず、地上戦闘に巻き込まれる例が多く発生した。戦後の日本においては、国民保護の名で呼ばれる。2004年、 有事法制の第二弾として、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、国民保護法をはじめとする関連法が成立し、さらに同日ジュネーブ諸条約の追加認定書も採択を認可する決議がなされたことで、武力攻撃事態において自衛隊は、在日米軍と共に侵略軍からの防除に努め、内閣総理大臣の総合調整権のもと、 地方自治体を中核とする警察、消防による国民の保護実務のあり方などが定められた。屋内対比等の手順を定めた国民保護計画が立案されたことは大きな成果であた。とりわけ、国民保護法では国民の協力を求め消防団や水防団、防災協会や防犯協会、町内会や自治会をはじめとした自主防災組織、 自主防犯組織の活躍が期待されている。近年はこれらの組織を改変すべきだという意見も一部あるが憲法や各種法令に触れる可能性もあり、日本国憲法第9条に基づき戦争を放棄しているので、戦争することを前提とした放棄の制定は違憲立法であるとの解釈、国民的同意も乏しいため実現のめどは立っていない。現に、 国民保護法では自主防災組織やボランティア団体の活躍を期待しているが、これを民間防衛組織とみなすことはないと規定し、新たに民間防衛組織を創設しないことも規定している。民間防衛について、田も上敏夫は消防団の制度を改正して、企業や民間人を消防団に取り込むことを主張する。田もによれば、民間人は有事に際しては、 消防団員のように民間防衛活動をするべきでり、第二次大戦におけるハンナチスのレジスタンス闘争のように民間人が火炎瓶、防寒、猟銃、スタンガン等の武器を用意して侵略者を迎え撃つことは、結果的には自衛隊や警察の活動を妨げかねないという。また、レジスタンス気取りの民間人によるテロゲリラ戦法は警報上の正当防衛。 緊急避難には該当しないため、これに失敗した場合は侵略者による民間人の大量虐殺が誘発され、もし成功しても現行法のままでは戦後になって罪に問われる恐れがあり、民間人の武装レジスタンス化は許されない旨の見解を示している。このような日本の実情に適応する民間防衛の試みの一つとして、日本財団によって海、 守るの活動が行われている。海守るは、不審船や密航に警戒をする、海上保安庁公認のボランティア団体である。資源や食料を輸入に頼る日本にとって、国民の食生活の安定は、民間防衛上、重要な課題である。農林水産省では、食料法、国民生活安定緊急措置法、物価統制令を法的根拠とする、食料、農業、 農基本計画に基づくマニュアルを整備しており、有事、重要影響自体によって海外からの食料が輸入できなくなった場合、国として配給制度を実施したり、原野や休耕地等での工作による食料の確保を行い、国民を保護する計画である。また、国土交通省では、日本有事や大規模災害における資源等の輸送が、 公共の秩序維持のために必要と認められる場合、カボタージュの下にある日本国籍の船舶について、海上運送法第26条を法的根拠とする公開命令を強制することができる。ただし、外国に国籍のある便日艦船については公開命令に従う義務はない。重武装中立政策を取るスイスでは百六十九年、チェコ事件の翌年、 当時の東西冷戦に伴う緊張の高まりを受け、スイス政府が与え取るそのままの冊子、民間防衛を各家庭に260万部発行、無償で布した歴史がある。この冊子の存在は、スイスの国防意識の高さを如実に表すエピソードの一つとして、日本などで有名である。発行元は、冊子は320ページと非常に重厚な内容であり、 主として戦争の危機に際して必要な準備や心構えなどについて詳しく解説されている。一方で地震、噴火、風水害といった自然災害への備えに関する術は皆無である。食料品や燃料の配給統制の説明や食料の備蓄呼びかけに始まり、民間の自衛、防災組織の構築、核兵器や化学兵器の使用を含めた敵国の 攻撃によって想定される被害への対策や際に、攻撃された際の行動、敵国のプロパガンダやスパイに対する対応、万が一敵国に占領された場合、ただし政府が交戦の末に降伏したのか否かについては一切記述がないのレジスタンス活動の得まで、様々な危機とそれらへの対処が詳しく解説されている。日本でもこの冊子は何度か翻訳されている。 スイス本国で配布された直後の1970年、その後1983年に一度絶版になる阪神、淡路大震災後の1995年、そして極東における有事問題への関心が高まり出した2003年には新装版がそれぞれ原書房から発売され、2005年現在、日本国内で累計15万部以上が発行されている。 日本の福井県安全環境武器機対策防災課が平成16年2004年にまとめたレポートはスイスの現況を次のように伝えている。現在のスイス国内でこのマニュアルの存在を知る人は少ない。2018年1月12日の読売新聞の報道でスイス連邦工科大学の研究者はマニュアルのことを日本人に質問されて 初めて知ったイス人がこのマニュアルを熟知しているというのは誤解だ。欧州の人が日本に今も侍がいると思い込むようなものだと述べている。また、スイス国防、民間防衛、スポーツ省のロレンツ・フリシュクネヒト報道官は、このマニュアルは69年に配布したきり、改定をされたこともない。無効なものだと考えていると述べた。国道を有事に滑走路へ活用する計画も、 訓練もすでに廃止されている。スイスの危機管理対策は自然災害に重きを置いており、それでもその名を受け継ぐ同省のフリシュクネヒトは民間防衛はなくなったのではなく大きく変わったと語っている。周囲を敵大国に囲まれているイスラエルでは、イスラエルの民間人に対する脅威とイスラエルの民間防衛措置と題して敵国のミサイル攻撃に備えて伏せたり、 遮蔽物に隠れて身を守る訓練を行って、非常時に慌てないような防衛措置を普段からイスラエル軍と共に国民がしている。テルアビブの高速道路の運転手らは2014年7月9日や7月20日に即座のミサル攻撃から避難するために警報システムのサイレンアラート時には車から降りて車を盾にするように子供を自身の下にして守るように身を低くしている。 同日にイスラエルの道路で民間人に軍の指示に従って敵のミサイル攻撃に備えて身を低くする指導が行われている。他にもイスラエルではミサイル防衛システムアイアンドームによる迎撃ミサイルでの敵ミサイル撃墜の結果として生じる破片は落下して依然として大きな被害をもたらす可能性があるので死傷者の負担を最小限にするのに不可欠だとして 定期的な民間人の公共安全のため、民間防衛の指導、国内インフラの強化の公共工事の二つを防衛政策として重視している。さらに、地下の密入国トンネルによる越境してきた敵への突発的な攻撃への対策について教えられている。ウクライナ問題を受けて2015年にリトアニアは潜在的な敵への直接の武力闘争だけでなく、 他の抵抗方法も選択できるように民間防衛に関するパンフレットを発行した。第二次世界大戦では戦略爆撃などで民間人の被害も大きくなり各国とも民間人を動員して救護活動を行うことが一般化した。核兵器の出現によって使用された場合の被害が甚大となることが要されるため主要諸国では民間防衛に対する法令を制定し 平時から民間防衛のための対策を準備している。英国政府は第二次世界大戦終結後に従来の民間防衛体制に新形態の空襲対策を盛り込む目の調査研究機関の確保のため現行だった民間防衛法の停止法を成立させて一時的に停止させた。1954年の新法には1945年の法律への補足として 軍隊の構成員が民間防衛で指導をすることが義務けられた。1986年には、平時市民保護法が制定され、民間防衛に交付金で、地方自治体は、外国勢力の攻撃以外の緊急事態、災害などでも、被害防止、救済のために自治体の資源を動員できるようにな。2004年にテロミサイル攻撃、自然災害、 伝染病など多様な緊急事態に対する包括的な民間防衛の枠組み構築を目的とした民間緊急事態法が制定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。